ちは。こんにちは。こんにちは。本日は EWA 35周年記念大会ご来場いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。本日は解説を務めさせていただきますレフェリーのレッドシューザー田澤と同じくレフリーのレスマンドクです。よろしくお願いします。お願いします。プロレス団体と言っておりまして、昼間はですね、普通 の, 仕事をしておりまして、サラリーマンだったり、いろいろこう人に言えない仕事だったり、はい、そういうことをしていたりを、していまして、週末だったりに練習をして、こういうところで、お客さんの前でもお試合をすると、そういった団体になっております。歴史としては結構長いですね。そうですね。おそらくアマチュアプロレスとしては日本最古じゃないかと言われておりまして、今年35周年ですね。はい、35周年を迎えておりまして、今までですね、20年間ぐらい白石東地区センターというところを本拠地としてまして、あとは四番街祭りといいまして、大通りの四番街の前、結構天国になっているにしてですね、そこで試合したりとかしていたんですけれども、35周年迎えたということで、新しい会場で一歩踏み出そうということですね。この会場でのお試合となりました。さあ、お客さんの手元にですね、パンフレットございますでしょうか。先生が載ってますけれども、はい、そちらをご覧ください。こちらですね、自分たちはアマチュアの団体ですので、選手だったりスタッフだったりが自分たちで作成したものとなっています。ね、はい、ですね、そこに試合順が書いている、本日の対戦カードというのがあるんですけども、さ、皆さんお分かりになりますか。はい、見どころだったりは、いや、難しいですね。もう全てが見どころといっても過言ではない、一試合して全て見どころなんですけども、特に目玉といいますか、今回は EWA フレッシュマントーナメント、スナイパー落とし屋杯、若手の5年以下のデビューですが、つけらですね、若手がトーナメントで戦うという、これが一つ見どころかもしれませんね。そうですね、もう一人一試合じゃなくて何試合かするわけですからね。そうですね、1回戦2回戦とありまして、決勝戦が組まれておりますけれども、まさに明日の EWA を占う、次代のスターが生まれるかもしれないという、そういう大会ですよね。そうですね。ところで、スナイパーとシェア杯というのについてご説明いただけますか。はい、ですね、この EWA 歴史は長いんですけれども、かつて EWGP という最高峰のヘビー級のベルトを巻いておりました第7代のチャンピオンの名前なんですね。残念ながら23年前に交通事故で、不慮の事故でですね、亡くなってしまったんですけれども、この選手を称えてですね、名前に今回感謝ということになります。ですね、選手、そうですね、参加する選手を名前にいただきたいと思います。そうですね、口が今ちょっと合わなくてですね、失礼いたします。はい、大丈夫でしょう。さあ、この中でプロレス観戦初めてだという方いらっしゃいますか。それぐらいいらっしゃいますかね。初めて見ると結構いらっしゃいますね。そういった方にですね、簡単なルール説明を行いたいと思います。プロレスは、勝敗がですね、3カウント、地面を3回叩く、ね、相手の肩が両肩ついた状態で1、2、3、3回入ると、勝ちということですね。これホールです。それが3カウントという、はい、さあですね、選手はお客さんが応援してくれればしてくれるほど、というと悪いことしてる人にはもうブーイングだった方がですね、盛り上がってますます激しい試合することができます。じゃあですね、みんな3カウント入りましたといった時に拍手だったりですね、声援の練習にちょっとお客さんはお付き合いいただけますでしょうか。お願いします。スリーカウント入ったら全力の拍手でお願いいたします。はい、できます。ワン、ツー、スリー、はい、拍手。ありがとうございます。一発合格ということで、ね、ありがとうございます。100点満点でございます。はい、でですね、
リングアウトというのがございます。あの選手がリングの外に行ってレフェリーが20カウント数えたらその選手が負けになるというルールがあるので、ね、リングに戻れないと負けになっちゃうんですね。20カウント、はい、あとですね、技を仕掛けられている時にこのロープがあります。3本あります。黒いロープ、これに触るとどうなりますか。触るとブレッジと言いまして、引き離されます。だから関節技なんかをかけられると、ロープに逃げて、難を逃れるということができるんですね。あのそういうスポーツとなっております。はい、はい、そしてですね、注意事項なんですけれども、最近あの、まあ、Twitter ですとかあのインスタグラムですとか、そういったものが結構ございますけど、こちらについては掲載はどうですか。こちらはですね、面倒の写真を撮ってください。動画の写真も OK です。 Facebook、インスタ映えする試合たくさんありますので、ね、ぜひぜひ上げていただきたいと思います。あのひたすら写真撮ってですね、あのできればあの褒めるコメントと一緒にですね、あの載っけていただければ幸いでございます。でですね、会場内飲食禁止となっております。これはですね、あの本当にあのしてはいけないことということで、あの飲食あのされる方は飲み物であったとしても、あの外にですね、あのホールの外に出ていただくようにお願いいたします。最後なんですけれども、イダブレこの会場の初めてですので、まあ、ちょっと緊張している部分ですとか音響だったりも、あもしかしたら失敗しちゃうかもしれないんですけれども、あの温かいですね、目線で見て、ね、くださればなと思っております。お願いします。それではこれより EWA35 周年記念大会スタートです。最後までお楽しみください。EWA は今年で節目の年である
35年という長い節目を迎えることができました。その35年の歴史には、たくさんの思いが、いいこと悪いこと、いろんなことがありました。その思いを今日この八県地区センター初めての地で僕たちのやってきた35年というのを皆さんに見ていただきたいと思います。今日はですね、選手本当に気合入ってます。最後までですね、ご観戦ください。今日は、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。 EWA アマチュアプロレスこれから始まります。本日の実況をさせていただきます。スナイパーケータと、解説はですねこの方に来ていただいております。ジャイアントです。はい、よろしくお願いします。じゃあこれよりですね第一試合になりたいと思います。それでは本日のオープニングマッチ第1試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。まずは赤コーナー、エッグランド選手の入場です。死んでない。これ過失はどっちにあるんですかね。
ブリガルによる生田ジーチャン選手の勝利です。
そうですね。若い人たちでやります。そうです。